いや、マラソンね、俺もやりたいんだけど、普通に。新しい要素だし。やりたいんだけど、ちょっと怖いんだよな。無限に空間の狭間に囚われるという情報があまりにも怖い。いや、マラソン独占派の陰謀あるね、マジで。実際ある。で、しかも、無限にバグった時に対応絶対してくれないわけ。あ、じゃあ個別に対応してすぐ直すから、ちょっと待ってよ。みたいなの絶対ないから。そう、もうその時点で次ワイプまでできないの確定なわけ。行ってみるか。お弁当だけはちゃんと持ってこう。どこまでやろうかな。いや、探すところから始めんのよ。移動場所をな。まあでも、大体わかるだろ。正直。いや、それがわかんないよね。その、普通のレイドに入れられてるのか、マラソン専用マッチングなのかは、マジでわかんないけど、マジで見たことないよね、その、マラソンのさ、トランジットっぽい、その、え、あいつなんであそこで待機してんのみたいな、見たことないから、まず、7分までイモります。ここで寝とくわ、俺。その、開幕、あと3分経たないと、多分脱出の、トランジットのその枠みたいなのが出ないと思うから、わかんないんだよな。どこ行けばいいか。どこだろうな、グラウンドゼロのトランジット。俺は、クレイモアのところかなって思ってるね。クレイモアのとこの、ゲートが一番、それっぽいなとは思ってるけど、こっち側の可能性もあるな。建物の中から行くとかだったらマジでだるいんだよな。遠くから見えなかったら結構えぐいな。ここはあれだよね。打ち上げの、ここだよな。あ、待って。おい、出ねえじゃん、全然。ちょ、待って。あ、待って、送りたいんですけど。待って、置いてかれそうじゃね？置いてかれそう。怖い。怖くね？違う。一回キャンセルしたらダメなんだ。うわ、遅れなかったー。人の死体なんだけど。バガボンド来た。おー、デプロイング。いや、てか、脱出、表示されないのえっぐいな。無理だわ。表示されないのは。遠くからわかんないから、近くまで行かないといかないわけじゃん。ストリートとかもうマジで大変なわけ。ちょっとさすがに、ストリート調べるか。お、来た！あまりにちょっとノーヒントすぎるから、無限に探させられる可能性ある、これ。ストリートの当たり？まあ、ラボは、外じゃないね。ラボと、インチェかなに繋がる道があるんだけど、まあ、ラボは、少なくとも地下だろうな。地下にアクセスできるような建物の中だと思う。じゃあ、ここで待つね。ここか。近く行ったらわかるもんなんかな。いや、ラボの方は、調べないよ。インチェの方だから俺行くの。むしろラボの方が見つけやすい気がするな。このマップは。地下に続く道って、少ないから、このマップの。下水道のところの近くの建物の地下に通ずる道は違かったんだよね。あとは、ラボっぽい建物ないんだよな、このマップ。コートヤード脱出の、コートヤード脱出のとこかな。あとはコートヤードの脱出中庭のところのあそこも地下にさ続く道があるじゃん。ああいう感じなんかなとは思うね。グローリートなんだっけ USSR？なんか展示館みたいなのあるじゃん。あそこの裏庭のコートヤードみたいなところも怪しいね。そう、貴重品湧くとこ。あとあそこじゃね、薬品探しに行くセキュリティルームある建物って確かラボの建物だよね。あそこと工場のところとかもちょっと怪しいけどね。廃工場をダミーに地下に行く道があるみたいなね。いや、ビッグサイトはなくね。だってラボってさ地下研究施設だから、その人の通りが多いところにはないでしょ。ラスティキーの建物の近くに地下に入るなんか脱出っぽいけど脱出じゃないところあるじゃん。カタコンベみたいな。あそこもあるだろうな。いや、それ分かってっけど、分かれお前。カタコンベっぽいところなっていう話な、形が。まあ、ここが一番怖い。危ない。危険。ね、わかるけどね、その2インターチェンジこの先何キロみたいな。どんぐらい金取られるかな。いや、マラソンタスクを出す前にトランジットのさ場所を確認させに行くタスク欲しくない？確認してこいっつって。めっちゃ高いんだけど。おい、高いよ。全然入らないわ。インターチェンジか。インターチェンジはさすがにわかる。レイルヤード側のレイルヤードXフィールの反対側の赤いゲートでしょ。てか、赤いゲートがカスタムにもあるから、カスタムかな？インチェの次がカスタムだと思う。ちなみに、ショアまで行くタスクあります。ショアまで行くタスクあります。マジめんどくさい。そうだよね。そう考えると、ショアラインってマジで田舎じゃない？いや、じゃ廃墟じゃない？その、中心地、グラウンドゼロからの距離を考えると一番遠いから、納得だよね、やっぱ。うわ、えぐいなミスコイチ。いや、そうなんだよね。一番危険な時間帯だからな、外周。ここの時間帯。向こうのさ、道路のところも結構危ないからな、ここ。人多くて。辺道潰れちゃってるもんな。えっえっ、俺の負けだ。こっちだった。え、これ下がるかな。やばい、ここで下がったら次カスタムなの。結構手数料きついな。38000持ってきたんだけどワンレイドで持ってかれちゃったな。確かに着払いにしてほしくね。え、カスタムどこだろうな。ファクトリーでしょ。まあ赤倉庫側の外周の部分のどっかな気はするけど、いやファクトリービジットのところ確かにファクトリーの鍵使うけど、ファクトリーはそもそも地下じゃなくて、そのちゃんと外じゃん。だからファクトリービジットのところはさあ、でもあそこがファクトリーの敷地内っていう考え方はあるな。あ、だからファクトリーエグジットなのか、あそこ。なんであそこってファクトリーエグジットを使うんだろうなってずっと思ってたけど、ファクトリーの敷地の中なんだね、あれって。その新建設とかは含まれない、オールガスとか、ZB があるところの区画が、ファクトリーの一部なんだ。ってなると、あそこだな。あるとしたら、突き当たりのところと、オルガスのところだね。まあ、一応ワンチャン、オールドガスステーションの、地下行ったところの可能性はゼロじゃないと思うけど、多分、被らないようになってると思うんだけどな。あ、めっちゃいいじゃん。マルチツール拾うか、ここで。うえー、今シーズングラボ高いだろうな、マジで。エグ高いだろうね。やべべべべべ。このいや、こっちじゃない気がするな。アパートだもんな。違うわ。あっちだな。あ、オールドガスの方かもね。これ。明らか向こう工場区画っぽいし。いやー、まだ、オルガス前の電車のところ人いそうだけどな。ちょっとやだな。いつもだったら戦いに行きたいけど、今は、求めてない。冗談きついでこいつ。一旦ここだな。絶対ここ。さすがにね。さすがに嘘だからな、ここじゃなかったら。で、ここはもう脱出する。本当はショアまで行きたいんだけど、ちょっとさすがに、準備不足だわ。飲み物とかがないね、さすがに。タスクは、ここのトランジットを使って、ファクトリーから出るだから、これで出てみよう、普通に。マジでどここれ。え。あ、ここコートヤードゲートなんだ。はいや。じゃ、待てねー。コートヤードゲート。ここって脱出やん。あ、やべえ。事務所だ。じゃあ、ここで待とうかな、俺。多分足音を出すか出さないかが大事だから、ここでこうやってたら大丈夫なんじゃね。いやこれショアラインまで行くの大変すぎね。めちゃくちゃかかるんだけど。やばすぎるわ。てか冷静に考えたらさ、ランスルーならないんじゃね。その経験値さ、どこ行ってんのって話にならない。その前のマップのそのスカブキルとかの経験値って最後に多分集まってドンってなるじゃん。え、待って、インタラクト出てね。え、トランジットと脱出一緒なんだけど、ここきたー。待て、まだ笑うな。帰ってこれない可能性ある。おお、だからね、左マップ出るようになったんだろうな。まあ、マップ間の移動が早いんだったら結構普通に面白い要素だよね。今イベントでグラウンドゼロからしか行けないけど、今後通常レイドからマラソンのモードっていうか、そのトランジットを使えるようになるらしいから、この今のイベントが終わったら、まあメリットがあるかどうかって言われるとまあ微妙ではあるけどね。まあ例えばなんか脇が微妙だった時に軽く漁ってトランジットで出て物を送って隣のマップでファームとかタスクするとかって感じになるのかな。あ、そうだね。マップまたいだ分、経験値に倍率ボーナスかかったりしたら、まあその、悪用はされる可能性はあるけど、面白いとは思うね。メリットがあって。来たね。報酬うまいなぁ。